裏蓋の大部分をガラス製としてスケルトン仕様としたゼニス社製の腕時計スケルトンは通常なら金属など不透明素材で作るべき筐体の大部分を切除もしくは透明素材に置き換え内部機構が見えるようにした外角構造で内部機構を骨格になぞらえた呼び名である外装をトランスルーセント構造としたスケルトン仕様のポラロイドカメラ発祥は 高級懐中時計で、文字盤や裏蓋の一部内紙大部分を切り取って、ガラスをはめるなどし、精密な内部機構の動く様を見て楽しむ、趣味性の高い特殊仕様のモデル名として、スケルトンの故障が与えられた。これは、構造上の必要から一部残された、本来の文字盤や外角がまるで骸骨のように見え、肋骨越しに時計の内臓を見ていることになぞらえた命名である。後に、 合成樹脂が発達し、外角べてを一体の透明素材で作ることが可能となった。そのような外角を持ったモデルは、骸骨、骨格とみなせる部分が存在しないため、トランスルーセントと呼ばれ、厳密にはスケルトン構造とは区別される。製作に手間のかかる、本来の意味でのスケルトン構造はごく一部の高級品にしか用いられないため、安価なものでは腕時計や、 海中時計にある程度で、スケルトンモデルとして市販されている商品のほとんどは、実際はトランスルーセントモデルである。ありがとうございます。